こんにちは。いやー寒いよー、本当に冷えちゃう、すぐ。おはよう、と今起きたん。夜公演もよろしくお願いします。ラビラビラビです。いやカクカクしてる。あら、なんだろう。雪降ってる？なんか楽しかったって言ってもらえて。シーズン5の課題が多いですわ。痛い、もうポニーテール痛い。って言ってもらえるのは嬉しいです。そう、ヘッドセットちょっと緩かったんかな、あれ。でもそう、輪ゴムで2個ついてるんです。聞いたよ、よかった、嬉しい。なんか今日ね、公園入ってくださった人ね、行ってくださってた方いて嬉しかった。あら、ナンバー何や、いつまでやって、ナンバー、な、あ、あれですか、何グラ、うん、何グラ、いつまででしたっけ。どんな豆を投げたやつですよね、うん、何がいいやろう。どんな、確かに今やっといたら、いつまででした？それこそ節分までじゃないんですか？節分っていつ？2月3日？え、結構すぐやな。これ始めたばっかり？はい。イダが終わるまで一緒にいてくれる？メイク呼ばれなかったら一緒にいますね。うん。あ、ちょっとショールームのログインしないとダメ。おかしいな。なんでログインしてないんですか。どういうこと。これしのセリフです。え、してたよ。してたけどなんか退出なってる。退出なってるみたいです。3日のはず。3日か、すぐです。あ、私は今日やっとかなあかんわ。うん、いいんだもん。うん、何にしよう。ピレグミちょうだい。梅？梅です。うわ、梅のピレグミ大好き。お、よかった。何にしよう。何投げ、節分の豆何投げたですよね。うん、何やろう。カラコンの使ったやつ。使い切りのカラコン。どの、汚ってね。そんなのは見てめちゃローアングル。何にしよう。ナングハに振って。ナングラ、こんにちは。ゴマとかにしとこうかな。もういいやん、一瞬回って。どういう決まってんか分からへんけど。プレグミ美味しい。美味しいですよね。うん、来た来た。明けましておめでとうってあって、おめでとうございます。ん、明けて28日たり経ちましたけど。ん、あれやってないって。それも、え、やりましたよね。いや、でもあっちはやりましたよ。ファンクラブ配信。
いいやん、ボーって生きてる。どうしよう。これあかんやん。豆を投げたらびっくりしたっての鬼が。はい。私はレイちゃんのセクシー抱き枕投げたんですか。うん、なんか何個も投げなくてもいいのか。うん、何投げたらびっくりするやろ。鬼？うん。何やろ。鬼投げたら。鬼投げたらびっくりしますかね。うん、どうですか。ちゃんと本気で考えてんで。イラうまいですか。ひどくない。こんな何にしよう。あったかい。あったかい。大丈夫ですよ。私のお菓子はレイさんのものなので、はい、ポッキーもそうやから。はい、でもいつもちゃんと返してくれるんですよ、うん、なんか忘れた頃に返してくれるんです。返してくれる。なんか返してもらいました。じゃあいいの。とてもいいです。近重さん、はい、豆、鬼、節分の日に鬼に豆を投げた。鬼がびっくりしました。何を投げましたか。おぎりやね。おぎり。おにぎり。ありがとうございます。おにだけに。そういうこと？なるほど。おにぎりですって。おにぎり。おにぎりかっこ。おにだけに。ハートやな。ハートついてたよな。おにだけにでちょっとドヤ顔で変わってたよな。うわ、いいなそれ。なあ、パクる？いいやん、ゆいな、パクんだろ。なんか、近重さんに、うん、これで表彰されたら、近重さんに渡すのあかん気がします。確かに、うん、でも、近重さん自分で買えるやろ、枕。うん、私たちはギリギリで行ってるから。確かに、間違いない。でもあれパッと出てくるのすごいですよね、うん、普通に。へえ、なんやろ。もう考えすぎてグミなくなりそう。早っ。ほんまに怒ってる。はい、意地悪してる。ゆいなに対してそんなこと。食べていいの？はい、あげます。ほんまに？うん、ほんまです。ありがとう。ほんまです。これ美味しいよね。なんか塩分取れてるだけでめっちゃいい。うん、なんか塩の味してません？塩入ってんの？え、梅って入ってないですか？梅に入ってるの思っちゃったんですけど。ねえ、何投げよう。鬼がびっくりすることですよね。うん、鬼って塩、あ、豆だ。塩はお化けか。うん、違うわ。寒いやって。どっちの寒いですか？分からん。あ、寒い島の寒いじゃなくて、うん、外が寒い。そっちか。寒そう。確かに理不尽ボールもありやな。曲にかけて、うん、理不尽ボール。夢を投げた、かっこいい。夢を投げちゃダメですよ。あ、そっか、ダメだ。いいよ。何やろう。何投げます、皆さん。ゆる公園髪型の苦いと思う。いや、めっちゃ同じこと思ってました。じゃあ考えてない。いや、ゆいなと同じこと考えてる。なんで嫌なんですか。何がいい。
サジ、サジね。あサジ投げとこうかな。サジを投げるな。サジってかやっとこうかな。サジを、サジを投げる。諦めるってことでやったっけ、サジを。サジ投げる、そういうことでしたっけ。うん、だから諦めるなってことじゃないの。じゃあ投げたらあかんよ、諦めてるじゃないですか。だから何やっけ、サジ、サジを投げるなってどういうことやっけ。投げるな、投げな、きびだんごね。確かにありやな、それも。あーいいやん、きびだんごにしよう。きびだんご大好きなんです、私。きびだんごってどんなん。あの岡山のご当地グルメなんですけど、うんうんうん、あのめっちゃ何いろんな色もあるんですけど、うん、基本は白のめっちゃもちもちの、ええこんなぐらいの、うん、もちもちの結構甘めのもちです。 中にあんこ入ってる。何も入ってないです。え、何も入ってないのが美味しいんです、だからもち自体がめっちゃ甘いんですよ。食べない。めっちゃ美味しいですよね。黄色とか買ってきて、岡山行って買ってきて。あの多分結構有名なんで、うん、大阪に行ってます、どっかに。え、そうなの。はい、じゃあ大阪で買ってきて。いや、嫌から出えへんからさ。そうだ、そんなにも入ってないんですよ、それが美味しい。ね、飯田玲子ちゃんと寒い島行って、はい、あのめっちゃ距離このぐらいの距離がこのぐらいになってん。なんでですか。玲子ちゃんのことを知ったから。あ、なるほど。玲子ちゃんのこと知ってる。仲良い方だと思いますけど。変なとこ。何知ってる。知らないそんなに。え、私多分結構仲良い方だと思うんですけど、そんなことないんかな。れいこちゃんサラダ嫌いやねんで。知ってますね、結構知ってますね。あの焼き魚も食べられるような。あんま好きじゃない、はい、せっかくもっと言ってやってください。はい、結構知ってますよ、私は嫌いなもの。お風呂にも一緒に入ったから。そう、お風呂は一緒には入ったことないけど、覗かれたことはあります。うん、違う、もう私たちは裸の関係やから、うん、いや本人すごいと思う、一緒にお風呂入れることが。でも私以外はみんな下着着てた。レイさんだけすっぽんぽん。プールは下着で入ってないけど、うんうん、はい、水着持ってってなかったから、うんうん、女がプールから全裸でよかったけど、イーダは下着で入って、でみんながなんか下着着たまま中入っていくんだけど、イーダはなんで下着着てんだろうって下着を縛りながらお風呂に行ったら、みんなが下着のエンロイ姿でお風呂に全裸で混ぜてもらった。ぎゅうぎゅうに、あの女体4体、女体4体ね。もう幸せやったな、幸せやったな。あの空間らしいです、うん、皆さん。こっちは極寒でこんなに寒かったよ。いや、それを経験してないからちょっと悔しい。いや、ほんまにもう悔しい。あの、うん、極寒の時何したんやろ。悔しいな。いや、ほんまに寒かったですよ、ほんまに寒かった。いや、ちょっとノースリーブで、うん、あのパイナップルジュース、うん、いや思った、うん、なんか、うん、あのちょうどインスタその日極寒の日に開いたら、原さんがめっちゃノースリーブの写真上げてて、こっちは電車止まったりしてたんですよ。そうそう、ほんまに大変やってんから。かわいそう、かわいそう。ほんまに寒かった。もうですよ、うちがもう雪積もってたしが、ね、寒かったよね。寒かった。そう、ちょうど大寒波の時に寒いに逃げたんです。そう、私たちは。そうなんです。あったかい、いいね、行ってたんですよ。いや私ラジオの日ではなかったな。でもご飯行ってましたね。寒かった。暑かったわ。暑かったって言ってみたいな。暑かった。めっちゃ寒かった。暑かった。ノースリーブでも暑かったもん。みんなさ、あの全裸でも涼しかったよね。全裸でも暑いぐらいだったもんな、こっち。どういうこと。全裸でも暑すぎたもんな。ノースリーブの中じゃないですよ、こっちは。全裸ですから。もう日焼け止めが欠かせなくて、うん、こっち日差しが、なんか焼いちゃおうかなって、逆に。逆になんか塗らんと、焼いちゃおうかなって。あ、やば、日焼けの跡だ。顔向けてきたわ。私のタイの戦利品、
蚊に噛まれる。蚊に噛まれる。めっちゃ痒い。いろんなとこ噛まれて。蚊に噛まれるんやね。いっぺ赤くなって蚊に噛まれた。蚊に噛まれました。はい、コップンカー、コップンカーって言うんだけど。コップンカー。はい、コップンカーって言われて。コップンカーサオリーカーって言われる。あーこんにちは。言ってる英語言ってるふりしてた。そう。いやなんか目つめた時にみんな喋れるんかなっていう。でも、カレンタンが英語喋れて、やっぱりあのすごかった。カレンってほんまにすごいですよね。私たちの場合まず聞き取りもできへん。発音良すぎて何言ってるか。英語ですか？そう。でもカレンタンはあ。オッケーオッケーみたいな、ほんまか、ほんまにほんまにとか、なんかスーパーでさ買い物するやん。でうちらは普通に、まあ、ドキドキしながら買い物を済ませたわけ。原さんはなんか店員さんとなんか仲良くなりながら物詰めてもらってて、すごいよね。どこ行っても仲良くなって、何話してたって言ったら、わかんないですよ。なんかぼったくられてんちゃうの、なんか俺についてるけみたいな。大丈夫。それでも昔ハワイのなんかマラソンで出たよね。うん、出てた。42.195キロ。え、アイヌミ入る前に。はい、すごい。ほぼなんか歩いてるみたいな。いや全然つらい、全然つらい。逆が逆。あ、こっちか。うん、そうそうそう。全然違う違う。違う違う。中野さん？中野さん？中野？え、ちょっと違うね。うん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 。ああ、私の配信やねんなそれ。うんうんうん。ちょっとなんか。なんかこれ何ですか、このスマホスタンド何ですか。ちょっと緩くなったね、うん、森永としてのとこ、うん、そうやね。はい、カレンタンさん。あの私これ皆さん私のせいじゃないんで、なんか私のリップ映ってるやん。壊れたやばいやばい。へにょへにょやん。こうやって、あ、これ配信できるってみーちゃん、はい、今日の公演の見どころは何ですか。え、何ですか。今日の夜公演の見どころは何ですか。今日の夜公演の見どころは、うん、みんながすっごく可愛いところです。うん、それはいつもかな。だから違うの。今日の私のパンツの柄が注目です。ウキウキザウス。え、何公開してんの。ちょっと見せて、ほんまにか。ウキウキザウス。ほんまや。かわいい。みーちゃん何歳になったのかな。みーちゃん二十歳になりました。じゃあ今すぐそのパンツ捨てよっか。でも人のこと言えないですよ。え、知ってる。いいだ、最近めっちゃ可愛いパンツずっと履いてるから。今日も可愛いですよね。今日可愛いね。ちょっとここはやめてください。さすがにあのズボンきつく結びすぎて脱げるのは後で。よかったよかった。ああ、めっちゃ怖い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 。もう大変。何やってんだ。もうみんな言ってください。本当に何してんねん。だよ、本当に。なんだよ、うん、本当に。手が汗の匂いする。いやね、今日大変やった。私手汗。でもマイクめっちゃ飛んでいきそうでめっちゃ怖かったです。なんか最近さ、そんなめっちゃ夏ほど暑くないのに、なんか手汗やばい。そうですよね。すごかった今日。ほんまにミラコのはあの恐竜が描いてます、うん、パンツに。ウキウキザウルスなんで3匹4匹ぐらい。なんか点点点とかじゃない、ちゃんとウキウキザウルス、うん、ウキウキザウルスやで。あ、気になる方は島村行ってください。調べたら出てくるんじゃん。ちょっと調べてみよう。ウキウキザウルス。ウキウキザウルスパンツ。もう絶対やめて。絶対やめて。電車動いてないんですか今日も。え、ほんまです。あ、そうや。JR 動いてないってママが言ってた。あ、そう。JR 動いてなかったら、もう私、通われへん。まだ調べてるといるじゃないですか。もう
当に違いますからね、違うかもしれないんでね、妄想だけの話ですよ、入ってないかもしれないです今日は。あーあー、いや確かにミラコーシエの誕生日プレゼント決まった。皆さんあげてください、うん、パンツ、うん、パンツあげれるん、まあ、あの 友達同士じゃないです、だったらあげれます。あのどういうこと、ミラコーシの友達へのプレゼント決まったって書いてるから、うん、ああそういうことか、未来のパンツ喜ぶと思います。お揃いにぜひ、未来とお揃いにぜひしてみてください、はい、してください皆さん、はいはい、そうですね、みんなちゃんと検索してる。ミラコの卒業 あのプレゼントパンティーにどうします、こうやってミラコを卒業的にこうやってやってウキウキとあるの腕入れだな、そうそうね、まあ大変ですね本当に。夜の MC なんやろ、お題ウキウキザウルス、今日のパンツの色未来このウキウキザウルスについてどう思うか、まだパンツの色なんでみんな覚えてる、なんでこういう糸にしたかウキウキザウルスというなんでこのデザインにしたなるほどね、いやほんまに横断幕ウキウキザウルスで決まりやな確かにね、まあでいいですね。いやー3月か、うん、もうレナが明日卒業ってことがほんまにびっくりする。えもう決まったの？未来、え未来3月ぐらいって言ってなかった？え4月の、あ4月か、あれまでは参加する。あそう4月だ、そうだそうだ、4月のお話し会まで参加するんか、うん、じゃあ4月末ぐらいかな。お話し会が後の人もいるよな今まで。あこういう、うん、うん、あそっかそっか、いつか分からん。確かあほんまユニットメンバーや、ほんまや、ほんまや、チーズもチーズあんなに舞台上であのもっとあのゆいの大人っぽくなってって言われてる、二人のこの余裕についてきて大人っぽい余裕、汗ですよ本当に。ゆいのずっとですか、ずっと頭振ってるよほんまにそんな強弱つけんねマジでいっちゃん緊張するユニット今まで全部やってきて、うーん慣れてないからじゃなくて、でも逆転の時何も緊張しなかったです。へえいや違う、そう逆転がだからまあ可愛いのがね得意っていうのも、あれアイドルやってるね絶対言うと思った逆転の一番、うんうん、あのいっちゃビビってた部分は、うんうん、誰にも合わせたい時に、うんうん、スタンドマイクの前に足かけるんですよ、うんうん、その時にスタンドマイクを蹴らへんかっていうのがいっちゃ怖くて、うん、でもスタンドマイクってむずくない？めっちゃ難しいです、うん、でも椅子も椅子の方が難しいです。椅子はな、はい、慣れるのも時間かかるよ ね、 でジレンマはあの靴脱げへんかが一番怖い。靴高いもんない、あれはマジで ねゴギーってなったら終わりやなって、うん、まあ、ユニットそれぞれ難しさがありますね、うん、でもなんかどれなってもいいよな、ほんまですか、うんうん、嬉しい。珍しくユニット制覇ユニメニギの時はピークだけしかやってなかったのに確かに、うん、そうなんです。シーズコンまだ楽しめないかも、余裕がまだそわそわしちゃう、緊張よりそわそわしちゃう、うん、うん、どっちかっていうと怖いよな、うん、でも怖い、ほんまにもうファンの方の顔見れない、もう見る曲じゃないけど、うん、でも逆転が一番見えますね、言いたいことは分かる、イントロでいいだわ、怖いピークは終わる、これあーなるほど、あそこ怖いっすよね、マジで、あそこであの決まる、今日も今日大丈夫か、うん、はい、あそろそろ終わろうかな、ありがとうございました、ありがとうございました。ランキング読みますね、はい読みます、いやーせーのせーの13位まみちゃん、12位ルートくん、11位トニさん、10位野原しんのすけのすけさん、9位まさや水野のおっちゃん、8位トウシボン、7位シロン、6位ハマノン、5位あれどっからあれ7位6位ジェームス小林さん、5位峠さん、4位ボスさん、
3位まこっちゃん、のすけさん、2位ディクタンさん、1位ガンズンでした。ありがとうございます。1位はガンズンでした。ありがとうございます。ということで終わりたいと思います。21時からファンクラブの方で配信します。それで21時45分からてっぺんラジオが、テレビラジオに出演させていただきますので、皆さんぜひ聞いてください。はい、では夜公演もよろしくお願いします。バイバーイ。